今日から夏の交通安全県民運動が始まりました。県内では歩行者が亡くなる事故が増えていて、警察はタクシー会社と協力して事故の抑止を図ります。タクシードライバーの皆様と警察が力を合わせ、悲惨な交通事故を一件でも減らすべく、今日午前、福岡市中央区で行われた夏の交通安全県民運動の出発式には、警察やタクシードライバーなどおよそ40人が参加しました。福岡県警によりますと、先月末までの県内での交通事故による死者は去年より3人多い47人で、そのうち半数が歩行者でした。このため県警ではタクシー会社に協力を要請し、ドライバーが早めのライト点灯を心がけたり、タクシー利用者向けに車内に道路横断中の事故への注意を呼びかけるチラシを置くなどして、事故の抑止を図ることにしています。夏の交通安全県民運動は、このほか飲酒運転の撲滅や自転車のヘルメット着用などを重点に、今月19日まで行われます。